2015年マリアナドス・サントス・シルバは、ブラジルのサンパウロ出身の柔道選手。階級は63キログラム級。身長173センチメートル。柔道は、兄の影響で小学校1年の時に始めた。地元で活躍していたが、2005年には、もっと強くなりたいために、日本の岡山学芸館高校へ留学して、元世界選手権3位である。 小林隆子の指導を受けることになった。1年の時にはインターハイ 63kg 級で5位になった。2年のインターハイでは準決勝で東北高校3年の安倍かなに今朝方で敗れるも3位となった。3年のインターハイでは3回戦で敗れた。2008年に帝京大学へ進学すると2年先輩に松本薫がいたものの1年先輩の石川寺と 仲が良かったという。2009年の体重別団体では2位となった。一方で、ポルトガル5県競技大会で優勝すると、世界ジュニアでは3位になった。その後ブラジルに戻ると、2010年のグランドスラム、リオデジャネイロでは3位だった。2012年のロンドンオリンピックでは、初戦で中国の女霊霊に技ありで敗れた。2013年に、 リオデジャネイロで開催された世界団体では予選ラウンドに出場するも決勝の日本戦には出場せずチームも2位にとどまった2015年のパンアメリカン競技大会では3位だったがミリタリーワールドゲームズで優勝を飾った2016年にはパンナム選手権で優勝した 地元ブラジルのリオデジャネイロで開催されたリオデジャネイロオリンピックでは準々決勝で元世界チャンピオンであるイスラエルのヤーデン・ジルビオ有効で破るも準決勝で世界チャンピオンであるスロベニアのティナ・トルステニャクに縦四方型で破れると3位決定戦でもオランダのアニカ・ファン・エムデンに有効で破れて5位にとどまったアイフ世界ランキングは368ポイント 獲得で68位。ありがとうございます。